ロングツーリング東京仙台間、まあなかなかの距離だと思います。まあこれじゃロングじゃないよっていう人もいるかもしれないですけど、まあ結構なロングと扱いましょう。で今回はそのロングツーリングを 250cc と 1200cc でほぼ同じコースを同じように走ってきました。まあね、この250でそのロングを帰ってくるまたは行く、それから 1200cc で帰ってくるまたは行くっていう、そのね排気量でどう違うんだろうっていうところにもちょっと興味があったんですけど、まあそもそもね今回のこの、まあ、企画っていうのはトライアンフさんから、まあ、タイガー 1200GT エクスプローラーをお借りしての、まあ、仙台から東京までまあ縦断リレーでねちょっとね担当させてもらうことになったことと、まあたまたまですね、仙台に行くちょっと用事がありまして、でその企画の前にもう行くことが決まっていたので、それはそれでセロー250で行ってきたんですよ。でまあセローでまあ下道ではなく高速道路を使って行っているので、まあほぼほぼ同じような工程を帰ってきたっていう形なんですね。でまあ実際にね同じルート同じ時期で、まあ1週間差だ1週間差なので、ほぼ季節もね一緒ですし、まあルートも一緒ということで、なんか面白い比較ができるんじゃないかなと思って、まあ、この動画を作っております。でタイガー 1200GT エクスプローラーで行った仙台から東京の動画っていうのはもう上がってますんで、もしよかったら見てください。トライアンフのねタイガーすごくいいバイクなので、ちょっとねインプレッションやってみました。それとまあセローはね250なんで、まあ正直250で仙台に行って帰ってくるっていうのはちょっと厳しいなーって思ったんですよ。まあ普通に思うじゃないですか。まあただ割とねセロー乗りの方っていうのは、まあ、下道でロングツーリング行く人多いじゃないですか。まあ高速使う人もまあもちろんいるんでしょうけど、だからまあできなくはないんだろうなと思って、まあまあ別にね 50cc だってできるぐらいだから別にできなくはないんですけど、実際のそのしんどさっていうのがどんな感じなのかなと思ったわけですよ。ただ言っても、まあ、250cc あるので高速道路も使えるし、東北道ね結構回送路なんで、まあそこでまあそんなにね、まあ、辛くないんじゃないかなと思いつつ、まあ、ちょっと不安を抱きながら帰ってきたんですよ。まあ結論から言うと、まあ、やっぱりねタイガー1200の方が全然楽です。それはもう間違いない。やっぱりねそれぐらい、まあだいたいそうね500キロ弱、まあ、片道ね500キロ弱の距離ってことになると、やっぱり250よりはねリッター超えのね1200の方がやっぱり楽でした。で移動区間がどうしても高速道路の方が多いので比率がね、なのでやっぱりねそこはねやっぱりタイガーの方がまあ、楽は楽でした。ただそれだけではなかったので、ちょっとねそこをちょっと動画で話していこうと思います。まあ、旅のハイライトとしてはねバンダイアズマスカイライン、ここ走ってきましたよ。良かったですね。すごいね、なんか火星みたいな感じのところです。まあ、火星行ったことはないんですけどね。ただそのなんかね荒涼とした感じの広い場所で、ちょっとねまあなかなかないですよねこういう場所ね。すごくねびっくりしました。まあ、動画でもいろんな方がアップしているので見たことはあったんですけど、まあ、実際行くとね迫力が全然違いました。でセローで行った時は割とまあ明るい晴れの状態で行ってこれたんですね。でタイガーの時は一応晴れてはいたんですけど、天候が悪化してきて雲が結構かかって薄曇りになってきたんですよ。でまたそのね薄曇りが逆にまたね火星感の迫力を
醸し出しててね、逆にそれは良かったんですけど、で風もねすっごい暴風でした。もうタイガーの1200であっても吹っ飛ばされそうなぐらいな風が吹いてたんですよ。ただセローの時はね、あ、セローの方で最初行ってきました。で1週間後にタイガー1200でもう一回行ってきました。でセローの時は風はそんな強くなかったんですね。でこんな感じでね晴れてて、まあ、割となんだろう、撮影日和というかツーリング日和というかね、まあ大河の時もツーリング日和ではあったんだけど、ちょっと山の上の方だけねちょっと悪天候だったんですね。でまあこんな風にね面白い動画が撮れたんですよ。この時はねインスタ360の棒の長い映らない棒だっけ、自撮り棒みたいなのを、セロの後ろ側にねビヨーンって伸ばしてつけて撮ってるんで、こういう映画撮れてます。ただね走ってるうちにすごい長かったんで傾いてきちゃったんですよね。実は後半の方はちょっとねだいぶ傾いてこう倒れてきちゃったんですよ。危なかったです。しっかりね止めたつもりなんですけど、やっぱり長すぎるとねどうしても倒れてきちゃうんですよね。まだねそんなに最初の部分は倒れてないんで、こういう絵なんですけど、すごいでしょ。だったらこの風景がもうなんかね別世界ですよね。日本じゃないみたいな感覚ですよね。アメリカのアリゾナっぽい感覚っていう人もいますけど、まあアリゾナも行ったことありますけど、まあそれにちょっと近い感じ。まあアリゾナの方がもうちょっとゴツゴツしてますけどね。まあ面白い感じでしたよ。でこれタイガーの時も、まあ、ここを通ったんですね。でタイガーの時のこの画像もこうやって入れますけど、すごいこのちょっとどん天な感じ、どん天っていうか、まあ、晴れてるんですよ一応。ただ雲がかかってきちゃってるからちょっと暗くなってますけど、で風がねすっごい強かった、めちゃめちゃ強くて、いやーっていうぐらい。だからこういう風がすごい吹いている場合は、まあ、タイガーみたいな大きい車体で良かったですよ。セローだったらねこれ吹っ飛ばされちゃってたんじゃないかな、軽くてちょっと怖かったかもしれない、そこは。でただこういうなんだろう、ヘアピンというか、まあ、くねくねしたところっていうのはもちろんタイガーもねしっかりコーナリングできるんですけど、気持ち的にはセローの方がまあ安心感はありますよね。まあ、まあ、ただまあタイガー乗るような人はある程度ライディングテクニックあるから、まあ、関係ないとは思うんですけど。で上りもやっぱりちょっとまあセローだとスピードを上げようとするとなかなかねアクセル上げても上がっていかないですけど、タイガーだったらもうクイッてやるとスッと上がっていくから、その辺の直進安定性とかねコーナリングの安定性っていうのはやっぱいいですよね。でこういうところで本当は下でちょっとね止まって撮影をしたかったんですけど、撮影しちゃいけないって書いてあったから、で誰もね止まってなかったんでね、まあ、スルーしていきましたけど、まあ見事でしょうこの風景。これねセローで走っても良かったし、もちろんタイガー1200で走っても良かったですよ。でまあ高速道路はね言うまでもないんですけど、やっぱりタイガー1200の方が良かったです。セローはもう頑張ってもね、まあ、100キロぐらいですよ。それ以上出すとまあうんうん言っちゃって、かなりこう振動もねビリビリくるし、燃費がねすごい悪くなりました。普段はかなり燃費いいんですけど、まあ、ちょっと測ってないんで数字で言えなくて申し訳ないんですけど、今回のこの高速道路東北道を走ってる場合は、まあ、200キロぐらいになるともうちょっと残り少なくなってランプがつくような感じになりました。普段街中でそういう高速道路じゃなくて走ってる場合は多分ね300キロ弱ぐらいは給油しなくても走るんじゃないかな。少なくとも200キロ以上は絶対走るんですよ。だからその片道ね3回ぐらい給油をしました。まあ 9.2 リッターしか入んないんでね、セロー自体がまあ少ないんですけど、ただやっぱりね給油するたんびに 8.5 とかね入ってたんで、まあちょっとね200キロごとぐらいには給油はしてました。でタイガーはねすごいですよ。もう片道は1回も給油しないで大丈夫です。まあこれタイガーでも1200の GT エクスプローラーってタイプなんですね。エクスプローラーは30リッタータンクなんですよ。だから余計なんですけど、でもう1台の GT プロっていうのもあるんですね、タイガー1200。
そちらの GT プロは20リッタータンクなんでもうちょっと少ないんですけど、このね GT エクスプローラーの場合は30リッターなんで1回も給油せずに来れました。それもね全然違いますよね。ちょこちょこ止まって給油しなきゃいけないっていうのはやっぱりセローもね、しかも心配しながらこれ持つかな持つかなと思って給油ランプがついたまま結構走るんですけど、次のサービスエリア、そのガソリンスタンドのあるサービスエリアまでが結構長く感じるんですよ。でちゃんと持つかなってすっごい心配になっちゃうんですよ。まあ、結果的には持ったんですけど、でもやっぱりね 250cc だとある程度、まあ、これ単気筒だからまあ燃費が良くないですけどね、まあ、もうちょっとツインとか2気筒だったらもうちょっと走るのかな。ただ早めに給油した方が心配なくていいですね、そこはね。あとはまあ高速道路を降りた後ですね、まあ、峠とかちょっとした小道に入る時っていうのはやっぱりセロの方が気軽に入っていけますね。そこはやっぱりねタイガ1200ぐらいあると結構大柄、結構でもないな、かなり大柄なんですよ。ただ乗っちゃえば軽くて全然扱いやすいんですけど、やっぱり大柄なんでちょっとした小道にちょこっとね、あ、いい景色だからここの細い道入っていこうかなみたいなのはちょっと躊躇しちゃいますね。まあ慣れてる人はね、まあオフロードバンバン行くんでしょうけど、やっぱりねちょっと知らない道は行きづらい。ただセローは行けちゃうんですよ、どうにでもなると。たとえ行き止まりでも別に両足ついて U ターンしてくればいいやっていう感じなので、そういう気軽さはあります。だからロングツーリングになった時って、まあ、知らない道もいっぱい出てくると思うし、知らないちょっとね景色のいい場所も出てくるとは思うんですよ。でそういう時にはやっぱりセローの方が気軽にフラッと入っていけるからいいなとは思いました。あとは休憩ですね、やっぱり疲労感がやっぱりセローの方があります。やっぱりパワーをねひねり出しながら走ってるからやっぱり疲れるんですよ。それからあとウィンドプロテクションね、それがまあないので、タイガ1200はねすごいもう風当たんないですから、だからすごく疲労度も違います、疲れ方が違う。で給油もねセローの場合はしなきゃいけないから、まあいちいち降りたり休憩が必要にはなってきます。で降りた時にまあ、これはね今度セローの方がいいことなんですけど、だんだん疲れてくるとまたがる時に足が上がんなくなってくるんですよ。そうするとセローの方がまあセローもまあある程度シートコーありますけど、まあひょいってまたがりやすい。でタイガーはやっぱり大きいからやっぱりよっこいしょっていう感じでまたがるんで、だんだんそれもね億劫になってきたり、ちょっとこうねトップケースに足が当たっちゃったりとか、そういうところがあるしんどさはあるなと思いました。まあ、だからねセローは高速、まあ、使ってもいいんだけど、やっぱり下道の方が楽かもしれない。時間はかかっちゃうけど、うん、下道で、まあ、70キロ60キロぐらいでゆっくり行くロングツーリングの方が疲れないかもしれないですね。で脇道ちょっとね入ってって休んだりとかするような感じの旅の方がいいかもしれない。高速道路でね給油気にしながら、しかもエンジンうなりながらね、すっごい短気筒で空冷だから熱も持っちゃうわけなんですけど、まあそれを気にしながら走るよりはね、まあタイガー1200はその分ねもう排気量はね大きいし、ウィンドプロテクションあって楽だし、オートクルーズもありますからね、もう楽ですよ。オートクルーズすごく楽で、まあ3気筒ですからもちろんね使いやすいんですよ。この3気筒が低速もあるしね、回そうと思えば回るし、だそういう意味では高速の楽ちんさはやっぱりどうやっても勝てないな。まあそこがやっぱり大きいですね。高速道路を使うとなるとやっぱり、まあ、セローはちょっと厳しいかな、しんどいかなとは思います。まあでも実際にセローで行って帰ってきて、あ、行けるもんだなと思いましたね。いや結構しんどかったですよ。しんどいけど、まあ若かったり、まあ休憩多めにとってたら、結構それぐらいの距離は仙台ぐらいまでは全然行けるかなっていう感覚はあります。あと、まあ高速道路ね、ゆっくり走っててもあんまり気にならない人とか、まあ下道でずっと行ける人は全然行けますね、これセロってね。やっぱすごいですね。びっくりした。で、セロその高速道路走ってる時に、やっぱりこう80キロぐらいで走ってるとビュンビュン抜かれます。もう
本当軽自動車もビュンビュン抜いてきます。だからそういうところを気にしないで、まあ、周りをねただ気をつけてね、あの流れとねちょっと遅くなるんで気をつけながらですけど、まあ、ゆっくり行くっていうもうね腹を決めてしまえば全然楽ですよ。風もそんなにね強く当たるわけでもないので、まあ当たるか、風はまあ当たるんだけど、まあでものんびり行く、やっぱりバイクですよ。でもそしたらね意外といけますよ。でお尻はねまあ痛くなるって皆さん言ってますけど、自分は大丈夫でした。ただやっぱりロングなんで、まあ、途中ねニーグリップギューッとしたりとか前の方に座ったりとか、まあ、途中立ち上がったりとか後ろの方に座り直したりとかいろいろお尻は動かしました。動かしてったらそんな痛くなく帰ってこれました、まあ、タイガーはね全然痛くないですね。タイガーはもうね全然違いますわ。もう楽だしそれはね痛くはならなかったんですけど、でまあ結論として言うと、じゃあもう一回セローで行くかっていうと、まあちょっと高速道路ではちょっともう行かないかもしれないですね。行くんだったら下道で、まあ、2泊ぐらいして行くような感覚がいいかな。それかまあ2泊はしなくてもいいか、途中1泊すればいいのかな感じかな。そうだな、2泊はいらないな、1泊していくような感じの下道がいいかもしれないです。それから途中ちょっとね少し、まあ、高速道路使ってもいいかもしれないですけど、ずっとねロングで使ってるとしんどいですね。でかなりエンジンにもね負担かけちゃうんで、だそういう意味ではまあセローでもいけるんだと思いました。ちょっとびっくりしました。全然いけますね。だからみんなね行ってるんですねセローでね。いやでもねまさかねセローで仙台まで行って帰ってくるというのはちょっとまあ思いつかなかったというか、まあ、たまたまねそういう固定になったんですけど、ちょっとやってみようかなと思ったんですけど、まあできるもんですね。まあやってみてよかったですよ、まあ、本当にね若い時だったらまず考えなかったと思うんですけど、まあ、やっぱりこうセローが気持ちいいんでね、まあ行ってみようと思って行ったらまあ行けちゃいました。ちょっとねびっくりしました。だから想像してた以上には辛くはなかった。意外と、まあ、想像よりは楽でした。まあ、ただその後1週間後にねタイガーの1200で帰ってきた時はやっぱりね、うわ高速すっげー楽と思いましたね。めちゃめちゃ楽でした。もう本当に高速道路の快適性が本当にもう楽だなって思いましたね、そこはね。だからやっぱり、セローだと高速あんまり使わない方が快適かもしれないですね。まあもちろんタイガー1200だって下道で行ったっていいんですけど、ただやっぱりね回したくなるんですよタイガー1200はね。だからやっぱり東北道みたいな広い道でまあ3気筒ねグイーンって回すとね、まあ気持ちいいですよ。すごい、しかも速いしね、すごく快適ですよ。まあ直進安定性もいいしね、すごくまあ高速道路はすごいいいです。まあちょこちょこした小道とかね、まあ、そういうところは、まあ、ある程度乗り慣れないと、まあ、不安があるかもしれないし、とこの、ね、問題もあるので、まあ、その辺はね、ちょっと慣れが必要かとは思います。まあ、慣れてる人はどこでも行くんでしょうね、このタイガーでね。でっかいけど、全然行ける。走っちゃえばもう本当に軽いんで。だまあ、面白かったです、この2台、両方で。ね。バンダイ、アズマ、スカイライン、両方走ってきましたけど、まあ違いますねやっぱりね。ただ景色はねどっちでも良かった。本当にいい経験させてもらいましたね。まあじゃあ次どっちで行くかなって言ったらね、やっぱりねタイガーかな。やっぱりねタイガーで行くとは思うんだけど、ただセローでもねまた行くかもしれない。でセローで行くんだったら下道で高速を減らしていこうかなっていう感じですね。でセローの気軽さっていうのはねやっぱりね捨てがたい。やっぱロングでもやっぱりね気軽さがやっぱりセローのいいところですね。ほんとねどんな道でも行けちゃう感じがするのがそこが一番いい。だから時間はねかかっても旅だからいいと思えばセローでもいいのかなって思いますよ。でねスピードもそんな出さないから意外と安全かもしれないし、ちょっとねやっぱりそのマシンの特性、 250cc だと 250cc なりの速度で行った方がいいし、まあ、1200cc だったら 1200cc なりのねやっぱりある程度の速度域があった方がやっぱりいいですね。
まあちょっとねこの2台で行ってきました。皆さんだったらどっちで行って帰ってきますか？